皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。やっと発売されますね、やっと発売って言っていいんだよな。こちらアイフッテージのシャークスライダーナノっていうですね、動画撮影やタイムラプス撮影で使用できる小型のスライダーです。めっちゃ小さいですよね。国内でようやく発売、2022年の9月8日に発売ということで、今回先行レビューということで機材をお借りしました。国内で発売って今言いましたけど、実はこれね、2年前にもう海外では発売済みの商品なんですよ。でその後コロナになって発売がずっと延期っていうかされてなかったんですね、国内で。まあ、それがようやく発売までこぎつけましたよという商品ですね。実は私、海外で発売されたタイミングでしばらく使わせていただいてたんですよ。多分、まあ、私もですね、タイムラプスをメインに撮影してるからっていうのもあって、スライダーは結構いろんなスライダー使ったんですよ。で私が知る中でおそらく最も小さくコンパクトで、撮影までのその準備時間っていうのが一番短いスライダーだと思います。一回これ使うともう撮影が本当トントン拍子でストレスなく短時間で進むんで、なかなかこう手放せなくなるスライダーだと思いますね。ただですね、そういった撮影を可能にした反面、削った機能っていうのもあるんですよ。まあ、大きく2つかな、まあ、それもご紹介したいと思います。ということで今日はアイフッテージシャークスライダーナノのレビューでございます。いってみましょう。まず簡単にこれどういうスライダーなのかっていうのをご説明しましょう。まあ、動画やタイムラプスにモーションを加えれる、こう左から右とか右から左っていうのができます。でここの部分がターンテーブルになっててこう動くんですよ。で通常スライダーってその三軸で動くのがあの人気があるのかな、レール、それからパン、それからティルトですね。でその三軸で動かすっていうのが、モーションコントロールの主な動きだと思うんですけど、このスライダーそのティルトの部分が外されてます。ティルトはできません。カメラに角度をつけることができません。スライダーとそれからパンモーション、横の動きですねの2 in 1のスライダーになります。ただまあティルトってそんな使わないんですよね。私ね、あんま使わないんですよ。だから使ってもそのレールだけとか、レールプラスパンっていう感じで組み合わせることが多かったんで、私の用途にはすごくいいスライダーですね。で通常そういう三軸もコントロールとか実現するときっていうのは、このレールにモーター2個プラスして結構ごっつい機材になるんですよ。でそうやってモーター2個プラスするもんだから、そのカメラをと接続するブラケットっていうのがあるんですけど、それがね、強度の弱いやつが多かったりで、強度の強いやつがあってもそれ結構ごつくてですね、そこそこ重くてセッティングにも時間かかったりとかっていうことがあったんで、あんまりねこう率先してがっつりやりたくないなって、本当に本気の撮影じゃないとそのセッティングやりたくないなっていうのが正直なところ、まあ自分の感想ですけどね、だったんですね。ただこれはそのティルトなしでレールとパンだけで、こういうコンパクトな動きができる、でこれだけ小型軽量にしちゃったっていうのが、まず最初の特徴ですね。でそれから動く幅、これ多分20センチぐらいだと思うんですけど、めちゃめちゃ20センチで狭いなと思うんですよ。ただですね、これ裏側にですね、もう一個こういう風にですね、上上下で、別々に動くんですね。でこれで倍の距離動くようになります。私が今まで使ってたシャークスライダーミニっていうスライダーがあるんですけど、それと比べてみると、シャークスライダーミニは、まあ、レールを連結して、どんだけでも長くできるよっていう、そういうスライダーなんですけどね、だいたいその、レール2本分ぐらいですね、約40センチ、モーションレールモーションをかけることができます。卓上の状態だと20センチぐらいしか動かないですけど、三脚に立てれば40センチの可動域が出るところですね。だから基本的には三脚でつけた方がいいです。ですので、こんだけ短いんだけど倍の、可動域があるっていうことなんですね。これ最近流行りのスタイルなんですけど、これにプラスパンがついてるのは多分これだけです。他のメーカーのやつはパン軸、パンのモーターをまた別にこうつけないと、できなかったと思うので、まあ、成沢調べですけどね、間違ってたらすいません
シャークスライダーなどのようなスライダーの特徴は前後に動かした時にレールが映り込みにくいっていうことですね。通常のスライダーですと前後に動かした時に下の部分にレールが映り込んでしまうっていうのがあるあるだったので結構構図に制限があったんですけども、シャークスライダーなどの場合は長さが変わるので下の部分にレールが映り込みにくいです。だから通常のスライダーよりも前後のレールモーションに対して、どんどんトライしていけるようなそういうタイプのスライダーなんですよね。でモーターパワーが非常に強力で、ここにですねネジ穴がついてあってこれで縦にセッティングすることができるんですよ。でこう縦に動かすっていうこともできます。はい。でもちろん斜めの動きっていうのもできます。これは私が今まで使ってたシャークスライダーミニにはなかったモーターパワーですね。本体が小さいのは屋内で動画撮影する上ではすごいメリットがあって、いろんなところに設置できて取り回しが効くのでめちゃめちゃ撮影がはかどるんですよね。でロック機能がついてるので構造を変える時もカメラが脱落したりするっていうこともなかったです。もちろんライブ配信とかでよく使う同じところを行ったり来たりするようなループの機能っていうのも備わってます。でですね、本当操作がシンプルなんですよ。電源をオンしてここのボタンを2つ押すと A 点 B 点っていうのを決められるようになります。こう手で動かしてですね、カメラを手で動かして A 点を決めたらここは A 点だよって指示を出して、で B 点まで移動してこういう風に角度をつけてここでをフィニッシュしてほしいなっていうところは B 点にします。スタンバイスタートっていう風にやると、撮影がスタートします。すごいシンプルで、今までのスライダーってアプリで操作するやつがほとんどだったんですよ。アプリ経由でいちいち動かすんじゃなくてこう手動でねマニュアルでこうやってこっからここまでみたいに決められるんで、余計な設定がないのでテンポがサクサク進めることができます。その A 点と B 点を決めたら電源をオフしない限りはその設定ってずっとメモリーされるみたいです。なので動画撮ろうがタイムラプス撮ろうがずっと同じ動きをすることができるので、こうテンポよくいろんな場面を撮りたいみたいな動画撮影の時は本当便利ですね。でバッテリーはですね、このソニーの NPF っていうタイプですかね、このバッテリーを使います。このバッテリー結構動画撮影やってる人はいっぱい持ってると思うんですよ。このバッテリーだからこれが使えるっていうのは非常に便利ですね。でこれ重さがですね 2kg ぐらいあるんですよね。ビルドクオリティはすごく高くてかっこいいんですけど、ちょっとなんか重めに感じるかもしれませんね。ただこのサイズだったら少し大きめのカメラバッグだったらもうすっぽり入っちゃうので持ち運びはめちゃめちゃ楽だと思います。で私星空の撮影もするんですけども、マイナス環境でも十分対応できました。一応メーカーの交渉値だと、マイナス25度まで大丈夫って書いてありましたけど、もう余裕でしたね。ガンガン動くんですごく頼もしい、そういう厳しい撮影環境の中でもすごく頼もしく動いてくれたスライダーでした。あとモーターを駆動させるときに音がめちゃめちゃ静かなので、インタビュー撮影とかそういった動きもこれはできます。ケースを開けると中には、このシャークスライダーミニの入ってる発泡ケースと、それから小さい箱の中にスマホホルダーとタイムラプス撮影で、カメラとこのスライダーを連動させるためのシャッターケーブルと USB-C ケーブルっていうのがついてます。 USB-C ケーブルは、モバイルバッテリーとかをつなげれば USB 給電しながら撮影ができて、で、この上にカメラを乗せてカメラとここにある、レリーズの端子をつなげれば、ここからレリーズの信号がいくってことですね。はい。シャッターケーブルは5つ入ってるんですけど、ちょっとこれ注意なのが一番、使ってる機種多いんじゃないかなっていうその3極の 2.5mm のシャッターケーブル、これが同梱されてないです。だからそのケーブル使ってる人はちょっと注意です。別売りになります。一応純正だと E3 っていうやつが、それに該当します。あと、ニコの Z9 とかで、ニコの上位機種で使えるシャッターケーブルっていうのも別売りになりますのでご注意ください。という感じでですね、こう2-in-1っていうんですかね、レールとパンモーションの2つの動きが1つになったっていうのがこのシャークスライダーナノの特徴でして、さっきも言ったその可動域が広がるタイプ、こういうスライダーのタイプで2-in-1で
ワンパッケージになってるってのは多分これだけです。これだけ。めっちゃ小型で使い勝手がいいです。ただそれに伴って削られた機能っていうのが自分の中で2つあるので、それをお伝えしたいと思います。まずはマニュアルですね。これブラシレスモーターっていうやつを使ってるらしくて、それの特徴みたいなんですけど、あの動画撮影でこうマニュアルでね、こうやって動かして撮影したいっていう人って結構いると思うんですよ。だからその用途には合わないです。あのちょっとねガタ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 っていうんだよね。ゆっくり動かすモーションっていうのはちょっと手動でやるのは厳しいですね。動きの速いやつならいいんですけど、でもそれだったら多分さっき言ったその、高速セットアップのやり方があるので、そっちで撮影した方がまだいいかなっていうふうに思います。そういうマニュアルで動画を撮りたいっていう人にはこのスライダーは向かないですね。それから、タイムラプスの機能で省かれているのが、これ結構自分的には痛いんですけど、あのキーフレームっていうのが打てないです。できないです。例えば自分のタイムラプスの場合だと、最初はこの位置で100枚撮ったらそっからこう動いてほしいとかっていうことをやりたいんですよ。そういうこう複数の動きを組み合わせてやりたいっていうことには対応できないですね。私が今まで使ってたシャークスライダーミニではそれができます。キーフレームを打って、動きをプログラミングしてですね、こっからここまではこの動き、こっからここまでは動きにはこの動き、こっからこれまではこの動きで合計500枚撮ってねみたいな設定ができるんですけど、これは残念ながらできないです。こっからここまで A 点と B 点だけ設定して、その動きを設定したらそこの動きをするだけってことで、その次こういう動きをしてっていうプログラミングができないです。はい、ざっと使った感想をお伝えしましたけど、まあ、総括すると、まあ、同じこと言うんですけど、この世で最もコンパクトな 2-in-1 電動スライダーだと思います。でセッティングが本当に短く簡潔に済むので、撮影がめちゃめちゃスピーディーになります。これ一回味わうとなかなか他のスライダーに行けないなっていう感じが自分はしてます。ただまあさっき言ったそのタイムラプスでね、その長い、レールが欲しいとか、あとそのキーフレームを打って複雑なモーションコントロールを与えたりとか、はたまたマニュアル操作でこう動画が撮りたいとか、そういう欲求はこれは応えられないので、その場合はまあ今まで使ってたシャークスライダーミニを使うっていうことで自分の中ではまあ使い分けをしたいかなと思います。まあ、どっちがいいのって言われるとね、なかなか難しいですけど、まあ、そういった違いがありますので、ぜひご検討いただければなと思います。このシャークスライダーナノですね、リンク先概要欄に貼ってあります。国内の正規代理店の浅沼商会さんネットショップに、リンクしてあります。そこに一応全商品載ってますので、そちらをご覧いただければなと思います。はい、それでは今日の動画は以上になります。シャークスライダーナノぜひ皆さんも使ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。